炭物を多く含んでいる。炭水化物、または糖質は炭糖を構成成分とする有機化合物の総称である。非常に多様な種類があり、天然に存在する有機化合物の中で量が最も多い。有機栄養素のうち炭水化物、タンパク質、脂肪は多くの生物種で栄養素であり、三大栄養素とも呼ばれている。 栄養学上は炭水化物は糖質と食物繊維の総称として扱われており消化酵素では分解できずエネルギー源にはなりにくい食物繊維を除いたものを糖質と呼んでいる三大栄養素の一つとして炭水化物の語を用いる時は主に糖質を指す炭水化物の多くは分子式が c m h に飲んで表され CMN と表すと炭素に 水が結合した物質のように見えるため炭水化物と呼ばれ、かつては元水炭素とも呼ばれた。後に定義は拡大し、炭水化物は糖及びその誘導体や縮合体の総称となり、分子式 CMH2 のんで表されない炭水化け物もある。そのような例として、デオキシリボース C5H10O4、ポリアルコール、ケトン、酸などが挙げられる。また、 分子式が CMH に飲んではあっても、ホルムアルデヒドは炭水化物とは呼ばれない。今日では総称として、糖質内視は糖と呼ばれる場面の方が多くなっている。生物に必要不可欠な物質であり、骨格形成、貯蔵、代謝等に広く用いられる。栄養学的あるいはエネルギー代謝以外の糖質の事項については、記事等に詳しい。 炭水化物は主に植物の光合成で作られる。1g につき 4kcal のエネルギーがある。炭水化物は、単糖類、二糖類、多糖類に分けられる。通常炭水化物は、多糖類であるデンプンを多く含んでいる。炭水化物は、最も多く必要とされる、栄養素で、日本の食生活指針で炭水化物が多く含まれる、食品が主食とされる。 2003年の風 FAO の報告では、2型糖尿病や、肥満のリスクを減らすとして、食物繊維の摂取源として、野菜や果物と共に、全粒穀物も挙げられている。全粒穀物は、血糖負荷が低く血糖値を急激に上げにくいという特徴がある。食物繊維の重要性を報告していたバーキットは、 1975年にトロウェルと一緒に生成炭水化物と病気食物繊維の影響を出版し制白していない全粒穀物の重要性を訴え以降このことは科学的研究によって追認支持されていく砂糖は初糖を主成分とする糖質の結晶である砂糖は炭水化物以外の栄養素がほとんど含まれておらず 健康に対する悪影響を示唆する研究報告も複数行われている。そのため、21世紀初頭より、佐藤の摂取制限を推進する動きが、西欧諸国を中心に活発化している。2015年に、風が発表したガイドラインでは、佐藤の摂取量の増加と肥満及び輸食との関連性を指摘し、佐藤の摂取量を 全摂取エネルギーの10%未満に抑えることを強く推奨している。また、さらなる健康増進のために5%未満あるいは1日 25g 未満に抑えることを推奨している。薬物依存症との関連から、砂糖依存症に関する研究報告がされており、砂糖依存症と肥満との関連が示唆される。果物に含まれる加藤は中性脂肪を増やす効果が、 高いので、生活習慣病において、摂取制限が指導される場合がある。オリゴ糖などの腸内で分解されやすい糖類は、プロバイオティクスとして知られ、有用な腸内細菌を増やす作用がある。農業社会の場合、炭水化物を供給する主食が、伝統的に食生活の中で、大きな役割を占めてきた。全近代においては炭水化物を供給する単一の、 主食に頼る食生活を送っていたが、経済成長や流通の整備などによって、先進国では多種多様な食品が食卓に並ぶようになり、主食への依存は大きく減少した。一方発展途上国においては未だに穀物や芋類などの主食に依存する食生活が続いているところが多い。日本では健康増進法に基づく栄養表示基準で、 消費者向けに販売される食品に栄養成分を表示する際には表示方法が規定されている。炭水化物や糖質及び食物繊維の含有量の表示が認められている。また、これとは別に状況に応じ、糖類の含有量が表記される場合がある。例えば、シュガーレス、低糖、従来非糖類カットなどの表記をする場合に用いられることがある。 分類は、下記の通りとなる。例えば、ある食品の栄養成分表示に、炭水化物、糖質、食物繊維、糖類の含有量の記載があれば、糖質と食物繊維の量は炭水化物の量のうち数であり、さらに、糖類の量は、糖質の量のうち数である。より厳密には、炭水化物とは以下を包括する、一般名称である。 高生炭素数でも分類される。これらが持つ塩基により、アルデヒド元を持つアルドースと、ケトン元を持つケトースに分類される。アルデヒド元や、ケトン元が、ヒドロキシル元と結びついて、感情の構造を作ると、その型から5因間と6因間にも分けられる。不正炭素の立体配置からは、D 系列と L 系列にも区分される。 感情構造を持つとこれが別の不正を生じ、アルファアノマーとベータアノマーにも分けることができる。人体が炭水化物を摂取すると、デンプンの場合大気で加水分解され、胃液や水液で二等類のマルトースまで分解され、最終的に小腸の上皮細胞に存在する、マルターゼ、スクラーゼ、イソマルターゼ、ラクターゼ、トレハラーゼなどの二等類水解酵素により、 単糖類のグルコース、フルクトース、ガラクトースなどにまで分解されて、初めて腸管からの吸収を可能とする。これは、脂質が脂肪酸や、モノグリセリド、タンパク質がアミノ酸、核酸が塩基や糖にまで分解されるのと同じであり、これら吸収される状態の物質は、最終分解産物と呼ばれる。水に不要性の脂質系最終分解産物と、 異なり、ミセルなどを作らず吸収されるとそのまま門脈血の中に溶け込む。体内における糖質の主な働きは細胞においてエネルギー源となることである。血液中に溶けたグルコースは血糖と呼ばれ、細胞に適宜取り込まれると内呼吸もしくは嫌気呼吸によって各種生態活動のエネルギー源となる ATP を合成する。 エネルギー源として重要であるグルコースは、ホメオスタシスによって、体内濃度が調整される。上昇すると、水臓の β 細胞からインスリンが分泌され、肝臓や細胞が取り込む動きを活発にしたり、グリコーゲンや脂肪への変換を促す。逆に低下すると、水臓の α 細胞から、グルカゴン、副腎皮質のクロマフィン細胞からカテコールアミンが、 分泌され、細胞中のグリコーゲンが分解して、血糖値が上がる。グルコースは、植物では、デンプンとして体内に蓄えられる。植物の体は、セルロースという多糖によって構成されている。セルロースは、デンプンと同じグルコースの多量体であるが、結合様式が異なるため、科学的に極めて強靭な構造を持つ。セルロースは、 細胞壁の主成分として活用されている。また、細胞の表層には、糖砂と呼ばれる糖の多量体が結合している。これは、タンパク質に対する受容体ほど強くはないものの、生体内である、種の、標識として働いている。人間が1日に必要とする炭水化物は、総エネルギー必要量の50%から70%を目標にすべきとされる。 脳の代謝を考慮すると、グルコースとなる炭水化物の最低必要量は 100g、日と推定されるが、これ以下の摂取であっても肝臓における、糖心性により、グルコースが供給される場合がある。食物セミの望ましい摂取量は、成人男性で 19g、日以上、成人女性で 17g、日以上である。またふ、風雨。 FAO の2003年のレポートで、砂糖は、総エネルギー必要量の10%未満にすべきだと、勧告されている。1日のエネルギー必要量は、男性では2660、女性では1995であり、炭水化物のエネルギー量は4キロカロリー、G であり、仮に60%の値を当てはめると、以下の通りとなる。 日本における標準的な1日あたりの基礎代謝量に、白米を主食として当てはめると 100g あたり 358kcal で 80g が炭水化物なので、人間が1日に必要とする炭水化物は、総エネルギー必要量の60%を目標にされており、以下の通りとなる。日常の生活強度に合った食事をする必要がある。目安は、 厚生労働省による栄養素配分の適正は以下の通りとなる。ありがとうございます。